マンデーナイト・ウォーズは1995年9月4日から2001年3月26日までの間のアメリカのプロレス番組の視聴率競争を指す。この時期、WWF のマンデーナイト・ローと WCW のマンデーナイトロー・ロが毎週月曜日の夜同じ時間帯で視聴率を争った。二大団体の間の争いは熾烈で団体間で 多くのレスラーやライターの引き抜き、解雇などが繰り返された。この争いは WCW の消滅によって終了した。WTBS オーナーであった、テッド・ターナー1980年代前半までに、ケーブルテレビが急速に発展し、プロレスが番組の一ジャンルとして定着した。プロレス番組は安価に制作できて、高視聴率を叩き出せる優秀なコンテンツであった。 アトランタのテレビ局 WTCG が1970年代後半にスーパーステーションになるとそのつぼねのコンテンツであったジョージアチャンピオンシップレスリングの番組は全国で視聴できるようになった GCW は当時世界のプロレス開催大の統括組織であった NWA の系列団体の一つでジョージア地区をテリトリーとしていた団体の TV 番組は アトランタの WTBS のスタジオに少ないが熱狂的な監修を入れて試合とインタビューなどを収録する方式であった。これは当時他のテリトリーのプロレース団体でも同様に行われていたやり方であった。ジャック・ブリスコとジェラルド・ブリスコの兄弟が GCW の大株主でオレアン・ダーソンが主に団体のブックを担当していた。北東部を拠点とする。 プロレス団体 WWF も1983年に独自のケーブルテレビの番組 WWF オールアメリカンレスリングを開始 USA ネットワークで毎週日曜朝に放映された同年 WWF はさらにケーブルテレビの番組 t ュー s d a y Night Titans を開始した GCW の経営は順調であったにもかかわらずブリスコ兄弟は保有する GCW の株とテレビ番組枠を WWF オーナーのビンス・マクマホンに売却し、1984年7月14日、マクマホンは GCW の時間枠に登場した。当時のケーブルテレビは WTBS と USA ネットワークの2つしかなく、これでマクマホンは WWF の番組を全国放送できる枠をすべて買い取ったことになる。 しかし TBS での WWF の番組は、旧来の GCW 視聴者の支持を得られず、視聴率は下がった。その上、マクマホンは、アトランタのスタジオで収録して、オリジナルの番組を作るという約束を保護にして、既存の WWF の番組のダイジェスト版を制作していた。1985年5月。 TBS オーナーのテッド・ターナーの厳しい圧力もあり、マクマホンは団体と TBS の時間枠をジム・クロケット・ジュニアが所有する団体 NWA ・ミッド・アトランティック地区のジム・クロケット・プロモーションズに売却した。この出来事がマクマホンとテッド・ターナーの確執として後に残ることになる。この同年、USA ネットワークの Tuesday Night Titans は WTBS で放映していた2時間番組のフォーマットに差し替えられ番組名をプライムタイムレスリングに変えたこのフォーマットはボビー・ヒーナンとゴリラ・モンスーンの2人が録画された試合を解説するものだがモンスーンが中立化ベビーフェイス側を応援する立場であるのに対しヒーナンはヒール側に声援を送るという画期的な形式であった2人のやりとりに人気が出て この番組形式は多くのプロレス団体に真似をされた。WWF オーナーのビンス・マク・マホン1987年11月から1988年3月までの5ヶ月間、ビンス・マク・マホンとジム・クロケット・ジュニアの間で熾烈な工業戦争が起こった。1987年の感謝祭の夜、NWA の PPV 特番、スター・ケードに対抗して、WWF は PPV 特番工業、サバイバーシリーズを放映する。当時の全米各地のテレビ局の多くは、一度に一つの PPV 工業しか放映できなかった。そこで、WWF は、もしもサバイバーシリーズを選ばなければ、工業の60日前と21日後の間、あらゆるプロレス番組を提供しないという条件を提示して、テレビ局を脅迫した。こうして、 WWF の PPV 工業は NWA のスターケードを10倍の差で圧倒した。スターケードを選んだリチンギなテレビ局はたったの3つしかなかった。この出来事の後、PPV 業界はマクマホンに NWA と同じ日に工業をぶつけないように警告した。しかし、彼はまたもクロケットを挑発した。1988年1月24日、NWA が PPV 特番バンクハウススタンピードを放送する日に WWF は USA ネットワークでロイヤルランブルを無料放送した。クロケットはマクマホンの戦略と同様に対抗措置を取る。WWF の PPV 工業レッスルマニア4が放映される1988年3月27日に TBS でクラッシュ・オブ・チャンピオンズの無料放送をぶつけた。 この番組では NWA 世界王者のリック・フレアーと45分間試合して引き分けたスティングがスターとなった。その後6年間、クロケットは毎年レッスルマニアにクラッシュ・オブ・チャンピオンズ工業をぶつけたが視聴率も観客動員も WWF を上回ることはなかった。1980年代を通してクロケットは順調に他の NWA 系列の団体を 買収し、WWF と同様の全国的な団体にすることを試みた。この結果、NWA という言葉は、ノースカロライナ州シャーロットを拠点とするクロケットの団体、JCP と同義になった。しかし1988年、クロケットの資金はそこを突きかけ、TBS のテッド・ターナーに団体を売却せざるを得なくなった。ターナーは、 団体名を WCW に改めた。1993年に脱退するまで、WCW は NWA 系列の団体であった。1993年をはじめ、視聴率で苦戦していた、プライムタイムレスリングは、打ち切りとなり、1月に、マンデーナイトローが始まった。WWF は、ケーブルテレビの時間枠で、オリジナルの試合と筋書きを提供し、 それを四半期に一度の PPV 特番の放送につなげるべきであるとした。ロウはその場で起こるストーリーラインや試合を目撃する生の監修にカメラを向けることで新しいプロレスのテレビ番組の形を作った。ロウはニューヨーク市の小さな劇場グランドボールルームから毎週放送された。会場からの生放送で大きな成功を収めたが、 毎週の生放送は WWF を財政的に圧迫し、そのうち収録、録画放送も折り込むようになった。マンデーナイトローが開始した同じ年、WCW は元川のアナウンサーのエリック・ビショフを引き抜いて、取締役副社長のポストに置いた。ビショフの最初の年はまさに災難であった。ブッカーのレイ・アンダーソンとダスティローデスは、例えばカクタス・ジャックが、 記憶喪失になってしまうストーリーラインなどのレスリングに焦点の定まらないアングルをこしらえた。テッド・ターナーの資金を用いてエリック・ビショフは WCW を作り上げた1993年の夏、リック・フレアーが WWF から WCW に復帰するが契約上試合ができなかった。そこで金色のセットを別に作り、 アフレア4ーゴールドというフレアのトークショーのコーナーを設けて工業の監修に見せた。スラムボリー1993において WCW は伝説のユニットフォーホースメンの再結成を約束する。しかし薬物検査に引っかかって WWF を追い出されたと噂されたタリー・ブランチャードに変わったのは WWF でジョバーをやっていたポール・ローマだった。 他の有名なひどい出来事としては、マスクマンのザ・ショックマスターが挙げられる。WCW は、ベビーフェイス側に、謎のパートナーとして、フレッド・オットマンにショックマスター役をやらせた。ところが生放送の初登場時、壁を破って出てきた際、オットマンは転倒し、ヘルメットが脱げてしまった。その後、ショックマスターはいくつかの試合にわかったものの、 冗談キャラとして見られるようになってしまった。さらに同年、WCW はディズニー・ MGM スタジオから WCW ワールドワイドのような番組を制作するため試合の収録を開始した。ところが、この番組は数ヶ月後に全国に配給される番組であったため、例えばまだ現在のストーリーラインではチャンピオンになってない選手が、 やむを得ずベルトを持って登場するといった具合であった。これは、KFE の不履行とみなされて、結局1993年9月に、WCW が NWA を離れるきっかけとも、なった。この年の終わりに、WCW は、もう一度リックフレアを中心にして、団体を立て直そうとした。これはいずれにしても必要なことであった。というのも、 スターケード4週間前のイギリス巡業の時に将来のトップのベビーフェイスであったシット・ビシャスがアーン・アンダーソンと口論になりハサミでアンダーソンを攻撃して両者とも負傷し結局解雇になったこの事件が起こる前に全国配給の収録ではビシャスを WCW 世界ヘビー級王者として扱っていたのだビシャスは スター・ケード1993でベーダーを倒す予定であったが、それが狂ってしまった。フレアがビシャスに代わって王座を獲得し、再びブッカーになった。1994年、ビショフはマクマホンの WWF に改戦を宣言し、ハルカ・ホーガン、ランディ・サベージといった元 WWF の高額なレスラーたちを積極的に引き抜いた。ビショフは、 テッドターナーの財源を使うことができたため、ホーガンとサベージは、複数年、数百万ドルのギャラといった、当時のレスラーではありえないほどの条件を得ることが、できた。契約金が冒頭することで、他のレスラーも追随し、次年度以降の WWF からの引き抜きに、問題が生じるかもしれなかった。特にホーガンは、ビショフとの関係を通して、非常に大きな影響力を持った。 ホーガンを雇用して初めての PPV 工業バッシュアットザビーチではホーガンがフレアをピンフォールして WCW 王座を奪った。しかしこの二人は1991年から1992年に WWF に在籍していたスターであり新鮮味のあるカードではなかった。この時視聴率では成功したがこの成功は長くは続かなかった。 1995年半ばにターナーの経営陣が会社の状態を調べたとき、経営はあまりうまくいってないことを知ることとなった。ターナーはビショフを呼び、個人的な会合が開かれた。WCW マンデーナイトロ第1回に、WCW に戻ってきたレックスルが、WCW マンデーナイトロは1995年9月4日に1時間番組としてスタートした。 1995年半ばの会合でターナーはどうすれば WCW はマクマホンの WWF に対抗できるかをビショフに尋ねた。ビショフは特に期待せずに平日夜のゴールデンタイムで WWF の看板番組のマンデーナイトローにぶつけるのが唯一のやり方だと言った。驚いたことにターナーは TNT の毎週月曜夜の2時間の枠をビショフに 与えた。これは、ローとぴったり一致する時間帯であった。この時間枠は1996年5月に2時間枠となり、さらに後に3時間に拡大した。ビショフ自身は当初司会を務めた。ナイトロの第1回放送では、レックスルガーの WCW 電撃復帰が盛り込まれた。ルガーは1987年から1992年まで、 WCW に在籍し、翌年 WWF へと移った。ルガーを手に入れた WCW の作戦はいくつかの理由において重要であった。まずナイトロは当時生放送であったため、このサプライズで大興奮した監修が映し出された。ルガーは WWF 世界王座を狙う位置にいたトップスターであった。そして前日まで WWF のハウスショーに、 出演していて、ビショフとルガーの親友のスティング以外は誰も遺跡を知らなかった。マックマホンは、ターナーが月曜夜にナイトロの生放送を行うという決定については苦い思いであったことを後に認めた。彼は当時、ただ WWF を潰すためだけに、ターナーがそうしたのかもしれないと考えていた、と語った。ローとナイトロは、マンデーナイトウォーズの初期では、勝ったり負けたりであった。 WCW は、かつて WCW に在籍していた現、WWF のレスラーたちの負ける場面を流すコーナーを設けた。また、ビショフは、放送日前にローが収録されていた時には、その試合結果を番組内でバラしたりもした。WWF 女子王者のメデューサが、WCW に来た時は、ナイトロの放送中に、WWF 女子王座ベルトをゴミ箱に投げ捨てた。 一方の WWF は以前から WCW 側の人間のパロディを立てたコメディドラマを作り番組内で放送していた。ビリオネアテッド、ザナチョマン、ザハックスター、スキーム寺院などの登場人物が現れるシリーズもので特にテッドの描写は悪意に満ちていた。ハリウッドをク・るー方ンのキャラクターは WCW に 新しいヒール像を与えた1996年5月27日、WWF で、レーザーラモンと名乗っていたスコット・ホールが、WCW に登場した。その翌週、元 WWF 王者のディーゼルことケビン・ナッシュが、電撃的に登場。二人は、ジ・アウトサイダーズ、WWF からの侵略者と名乗った。その後数週間、彼らは、 第3の謎のメンバーがやってくることを告げた。7月7日の PPV 工業バッシュアットザビーチでホールとナッシュは第3の謎のパートナーと組みレックスルガー、ランディサベージ、スティング組との対戦カードが組まれた。ホールとナッシュは第3のメンバーなしで現れた。試合が始まるとスティンガースプラッシュがナッシュの後ろのルガーに誤爆し、ルガーは担架で運ばれ試合は ジアウトサイダーズ対スティングサベージ組で進められた。試合が混沌としてきたところ、ハルク・ホーガンがリングに現れ、瞬間ジアウトサイダーズの前に立った後、いきなりサベージを攻撃し、ジアウトサイダーズの謎のパートナーは、実はホーガンだったのだということを、監修は知った。試合後の直接インタビューで、ホーガンはヒール転向の理由を、監修に飽き飽きしたからだと答えた。 ホーガンは新しいユニットをニューワールドオーダーと名付け WCW トン王の間の抗争を開始した。目撃したファンの多くはホーガンの裏切りに憤慨し彼のインタビュー中にリングに紙コップやペットボトルを投げ入れた。あるファンはホーガンに向かって行ってセキュリティに止められた。アナウンサーのミンジーンウォーカーランドの著書によるとホーガンはこの時ファンの投げたビール缶で花を 骨折したという。まもなく、WWF は、実際に訴訟を起こした。んーの、ストーリーラインは、ビンス・マクマホンがホールとナッシュを WCW を、破壊するために送り込んだという内容であることを、申し立てた。しかし、ビショフは、グレート・アメリカン・バッシュで、ホールとナッシュに、WWF に雇われたのかを、判事のように問いただすと、二人は、ノーと答えた。 訴訟の別の理由として WWF はスコット・ホールが演じているキャラクターは WWF が所有するレーザー・ラモンのキャラクターに似ていると主張した。しかし実際はレーザー・ラモンのキャラクターはさらにその前の WCW のキャラクターダイヤモンド・スタッドにそっくりなのだった。結局この訴訟は数年にわたった。WCW ナイトロは 王の爆発的な人気で、それから84週間連続で、WWF ローよりも上回った。マンデーナイト、王の時代のテレビ視聴率の比較8区の勢いの、WCW に比べ、一方の WWF は低迷していた。1996年6月10日のローの、視聴率の勝利を最後に、その後およそ2年近く、ナイトロの後陣を廃していた。 1996年11月4日のローで放送された内容は議論を呼ぶものであった。スティーブ・オースチンが敵対する負傷したブライアン・ピルマンの家を訪問した。オースチンは到着するや、否や、ピルマンの友人たちに攻撃されるが、簡単に彼らを仕留める。次に彼は、ピルマンの家に侵入しようとする。この時別のカメラが、ピルマンの自室にあり、アナウンサーが、 実況中継をしていた。オースチンがピルマンの家の扉を蹴破って侵入した時、ピルマンは9ト、mm、ルのグロック銃をオースチンに向けた。その次の瞬間、テレビ画面は真っ暗になり、画像が復帰した時には、ピルマンは混乱していた。現場のディレクターは、ビンスマクマホンに、に、三発の発砲音を聞いたとリポートした。この一連の筋書きは、 内容として誤解される部分が非常に多かった。その上、ピルマンの発した、ファッキングという単語が検閲されなかった。翌週 WWF は USA ネットワークに謝罪し、ピルマンもコメントについて謝罪した。1997年3月10日、番組名をロー・イズ・ウォーに改名。団体に不満を持っていると噂されていたブレッドハートが刑事マッチに敗れた後、 ビンスをマットに押し倒して追われしたエピソードやネーション・オブ・ドミネーションと D ・ジェネレーション X の人種差別的な落書きを用いたストーリーラインなど1997年を通じてロート WWF の番組には議論の多い要素が多かったこのため WCW の番組は会長に連勝していったさらにスティーブ・オースチンは PPV サマースラムで首を負傷してしまい、3ヶ月間は試合に出ることができなくなった。レッスルマニア13の後にオースチンをトップスターにしようという団体の目論みは外れてしまった。しかし、WWF が WCW に勝利する最後のチャンスが翌1998年のレッスルマニア14でやってくるのであった。ヒットマンブレッドハート1997年の PPV サバイバーシリーズ1997では当時 WWF 王者で WCW との契約が決まっていたブレッドハートがマクマホンの裏切りにあった。後にモントリオール事件と呼ばれるプロレス界の一大事件となった。自分の地元カナダでのタイトルマッチ、そして実生活でも確実のあるショーン・マイケルズと試合を組まれたハートとしては 引き分けか勝利をした上で王座を返上し、WCW に移籍をしたかった。ブック上は、ハートの望み通りに進んだが、試合はマイケルズが、シャープシューターを仕掛けたところで、ビンスの指示によって、ゴングが鳴らされ、ハートは負けとなってしまった。この事件は、多くのスター選手を抱える WCW と、団体に不満を持つハートに対する WWF の報復として、 目に映り、批判された。事実、事件後には、ジム・ライドハート、リック・ルード、ブライアン・アダムスなど数名の WWF の選手が団体を去った。1997年11月17日、綺麗に髭を剃ったリック・ルードが、ナイトロの生放送に登場し、WWF をタイタニックと揶揄し、名指しでマイケルズを批判した。その1時間後、 6日前に収録した試合を放送していたローで髭を剃ってないルードが現れた。その一方でワシントン DC での WCW のスター・ケードではメインイベントにハルク・ホーガン対スティングの試合が行われ団体史上最高の視聴率を叩き出していた。ストーン・コールド・スティーブ・オースチン毎週ナイトロに負け続けるローであったがスティーブ・オースチンを WWF 王者にしてからは、視聴率は回復していた。1998年の春までに、視聴率戦争は WWF が優位に立った。WWF は、この時期、番組タイトルの会社ロゴには、WWF アティテュードという文字が使われたため、後に、アティテュード時代と呼ばれる時代に入っていた。この時代の特徴は、 ビンス・マクマホントライターのビンス・ルスソーの相当政治の時代と言える。マクマホンは、モントリオール事件以降、ミスター・マクマホンという名で、彼の選んだヒールと共に好き勝手に団体を支配するという悪のオーナーのキャラクターを演じるようになった。さらにマクマホンは、オースチンとの長い構想を始めた。この二人の構想は、まさに WWF を救うことになった。 人気アングルであった。レッスルマニア14で、オースチンが彼にとって、初めての WWF 王座を獲得した日は、1時間目には、ローはナイトロに勝つことができたが、2時間目では、維持することができなかった。トータルではこの日は WCW が勝利した。その後、接戦が続き、ついに1998年4月13日、ローは1996年6月10日以来、 初めてナイトロに勝利した。この日はオースチンとマクマホンの試合が組まれたのだが、ミックフォーリーが上がってオースチンを攻撃し、試合自体が行われなかった。この頃、ローには新しいキャラクターが頭角を表してきていた。ミックフォーリーはマンカインドとして活躍し、またベビーフェイスのロッキー名ビアはヒールターンしてザロックになり、 ネーション・オブ・ドミネーションのメンバーとして目立った。ベテランのアンダーテイカーは、ケインとの兄弟構想が人気だった。レッスルマニア14の後、背中の負傷で引退したマイケルズに代わり、トリプル H がデラックスのリーダーとなり、ニューエイジ・アウトローズと WCW から戻ってきた X パックを加えてデラックス軍となった。1998年4月27日のナイトロは、 デラックス軍による有名なアングルとして記憶に残る。この夜、ナイトロはバージニア州のノンフォークスコープにて収録され、一方のローイズ・ウーは距離的に近いハンプトン・コロシアムでの収録だった。デラックス軍はその日の興行が行われる前にメンバー全員で戦闘用のジープに乗ってナイトロの会場までアポなしで侵略しエリック・ビショフとの面会を要求したが、 警備員に入場を拒否された。覚醒スピーカーで WCW なんて格下の団体の試合なんて見る必要ねえよ。WWF こそ最高だ。このチケットは購入したんじゃなくて WCW がばらまいたただけんだよな。といったマイクパフォーマンスで WCW のネガティブキャンペーンと WWF の宣伝を行ってからローの会場に戻った。 WWF はアングルとキャラクターの設定を大人向けにシフトして、ローの視聴率を順調に伸ばした。1998年のビル・ゴールドバーグの連勝は、WCW の視聴率を救ったマクマホンと、オースチンの構想に危機を感じた WCW は、ウォーを二つに分けた。ホーガン率いるウォー・ハリウッド派と、ナッシュ率いるウォー・ウルフパック派である。 WCW の視聴率を回復する試みは続いた。元 NFL のフットボール選手のビル・ゴールドバーグを怪物に仕立て上げた。ゴールドバーグの脅威の174連勝が始まるとすぐに人気は回復した。ゴールドバーグがホーガンをピンホールして WCW 世界ヘビー級王者になった1998年7月6日や、 ディックフレアがホー,ホース面を復活させた9月14日などで WCW は視聴率戦争に勝利した。なお、結果的に WCW の最後の勝利となった10月26日の放送はダイヤモンドガラスページとゴールドバーグの世界タイトルマッチであった。この時期、ケビン・ナッシュがブッキング上で大きな力を持ち、1998年11月の ワールドウォー3のバトルロイヤルで勝利した後、翌月のスター・ケード1998でゴールドバーグの連勝を止めて世界王者となった。ナッシュ自身は否定するが、彼のブッキングにはレスラー仲間からも批判されていたことをエディ・ゲレロの自伝、チーティングです。スティーリング・ライフ・ザ・エディ・ゲレーロストーリーで裏付けられている。ナッシュの王座・ダッシュは結果的に WCW の衰退の始まりへとつながった。ビンスルスー1999年が明けた時点で、両番組は毎週視聴率5.0をコンスタントに上げており、また人気レスラーが一般紙の表紙に登場するなどし、プロレス人気が高いことが示された。1月4日、ジョージアドームから放送されたナイトロのメインイベントでは、ゴールドバーグ対ケビンナッシュのタイトルマッチが予定されていた。 しかし番組の中盤でゴールドバーグは警察に逮捕されてしまう。代わって、ハルク・ホーガンとケビン・ナッシュと戦うことになったのだが、その試合ではホーガンがナッシュの胸を軽く指で突き、ナッシュがすぐに倒れてホールを奪われた。あからさまなタイトル移動の後、んーーは再結成された。後にフィンガーポーク・オブ・ドゥームと呼ばれるこの出来事で、 WCW は明らかに信頼性を失った。本来予定されていたゴールドバーグの試合がなかったばかりか、メインの試合後のリング上で王に無残に領辱されたためである。これに対し、ローは事前に行われた WWF 世界ヘビー級選手権を放送。試合は当時の団体を代表するカリスマ的人気を、 白していたマンカインドとザ・ロックの2名が退治し、ベビーフェイスのマンカインドを D ・ジェネレーション X が体制派ヒールのロックをコーポレーションがリングサイドにつく形で見守っていた。試合終盤、両セコンド陣の乱闘の最中、ストーンコールドスティーブ・オースチンが乱入。ロックを椅子で泳出し、マンカインドのホールを助ける形で彼のタイトルダッシュを支援した。ナイトロは、 ローの試合結果を把握するや、いなや、すぐに、自らの番組内で公表したが、皮肉にも、ナイトロからローへ番組を切り替える視聴者が続出する、事態が起きてしまった。ローが、視聴率でナイトロより優位に立ち始めると、WCW は一連の応急処置で、これに対応した。ラッパーのマスター P を登場させたり、メガデス、チャドブロック、 キススのコンサートを番組内で行ったのだが、結局視聴率でローに勝つことはできず、1999年9月にはエリック・ビショフが解雇された。一方の WWE はザ・ロックとミック・フォーリーによるドキュメンタリー番組ディスイズ・ユア・ライフをモチーフにした、リング上での25分にもわたるスキットを9月27日に放送すると、15分間ごとの視聴率で8.4。 という高い数字を叩き出した。プロレスの試合ではなく、リング上の長いスキットが高視聴率であったことは、異例で、ザロックとミック・フォーリーという二人のタレント性が高かったことを示している。1999年10月5日、WWF でライターをしていたビンス・ルッソーと、エド・フェララの二人は、WCW に引き抜かれた。 WWF で数々のアングルを作った実績を買われたことによる引き抜きであったが、この二人はナイトロをローソックリにしてしまった。1999年12月、ブレッドハートはスターケードでのゴールドバーグとの対戦で負傷し、レスラーとしてのキャリアを終わらせた。WCW は視聴率も資金も落ち込み続け、翌2000年の1月、 総合格闘家のタンクアボットを世界王者に置く、アングルを作った時に、ルッソとフェララの両者は解雇された。ケビン・サリバンが後を継いで、ブッカーとなったが、WCW のレスラーたちの間で問題となり、ソールドアウト2000工業で、WCW 王者になったクリス・ベノアほか、エディ・ゲレロ、ペリー・サターン、ディーン・マレンコラと共に団体を辞めた。 ベノアが王者になってから15日後、4人全員がザラディカルズとして WWF に入った。ナイトロは視聴率の低下とともに2000年1月には放送時間を2時間に縮小した。2000年4月、ECW と契約が切れた当時の ECW 王者マイク・アッサムを雇った。彼の WCW a の登場は ECW オーナーのポールヘイマンの訴訟を引き起こした。 結局マイク・アッサムは WCW のセキュリティと共に ECW のリングに上がり、タズと試合をして、王座はタズに移動した。そしてタズは ECW 王者として WWF スマックダウンに登場し、WWF 王者トリプル H と戦い、そして敗れた。この王座の移動は WWF が WCW に対して優位であることを知らしめた。 2000年4月10日、ビショフトル・ソーは再び WCW で、ブッカーとして雇われた。WWF に奪われた優位を奪回することを目的とし、ホーガン、フレアー、ダイヤモンド、ダラス・ページなど WCW のベテランスターたちをまとめて、ミリオネアズ・クラブを結成。ビリー・キッドマン、ブッカー・ティー、バフ・バグウェルなどの若いスターたちのニューブラッドとの、 世代間構想のアングルを作った。世代間構想は大抵若い世代が、スター選手に対して勝つか引き分けるかの結果を出す。ものだが、ニューブラッドの顔ぶれはいずれも、実力、カリスマ性ともに劣っていたためか、このアングルは成功しなかった。WCW はさらに混迷した。WCW を取り上げた映画の宣伝のため、俳優のデビッド・アークエットを世界王者に据えたり、 ルッソ自身を王者にブックする苦境までした。当時、テッド・ターナーはすでに団体の経営から身を引いていた。WCW は1996年にタイム・アーナーに、その後2000年に AOL に買収された。番組の広告の減少、ハウスショーの観客動員力の低下、ベテランスターへの契約金などにより、2000年の WCW の損失は6200万ドルに、 登った。7月には再びビショフは去り、その後は、フェララ、ジェフ・ジャレット、ビル・バンクス、ジェレミー・ボラッシュ、ディスコ・インフェルノなど様々なスタッフやレスラーが、ブックに関与し、混迷は極まった。2000年終わりには WCW が消滅する、噂が登った。2001年1月、エリック・ビショフが率いる不支援トメディア・ベンチャーズ社は、月曜日のナイトロと水曜日の、 サンダーの放映存続を条件に WCW を買収することを発表した。しかしターナーブロードキャスティング CEO のジェミー・キルナーはすべての WCW の番組を打ち切ることにした。全国放送の番組がないことで不支援と社は買収を諦め代わりにテレビ時間枠を必要としない WWF が名乗り出た。二千一年三月十三日 ビンス・マクマホンは正式に WCW の買収を発表した。WWF が買収したものには、WCW が持つすべてのパテント、WCW が持つ NWA 時代からの映像ソースと25名のレスラーの契約が含まれていた。しかし、大物選手は親会社の AOL タイムワーナーと契約しており、すぐには WWF のリングに上がれなかった。 ナイトロの最終回は3月26日フロリダ州パナマシティビーチから放送された。クリーブランドでのローの放送との同時中継のコーナーが盛り込まれた。第1試合は WCW 世界タイトル戦で US 王者のブッカーティがスコット・スタイナーを倒し2本のベルトを手に入れた。メインイベントはスティングがディック・フレアーをスコーピオン・デスロックで倒した。 くしくもナイトロ第1回放送でも組まれたカードであった。二人は試合後互いの健闘をたたえ抱き合った。ローとナイトロの同時中継の最後にはシェインマクマホンが現れ、ィンスが交渉している間にシェインが WCW を買収したと発表された。その月の初めには ECW オーナーのポールヘイマンも WWF と契約し ECW の 団体運営をやめることを宣言していた。こうして WWF はアメリカ唯一の全国的なプロレス団体となった。熾烈な視聴率戦争の後、北米における WWE のビジネスは確実に衰退した。WWE はその代わりに海外へのビジネスを拡大した。さらに、マンデーナイトオーズでの競争を見習って自社の団体を二つのブランドに分けて、 両ブランドで競わせることにした。WCW と ECW の崩壊によって、プロレス市場には空白ができて、小さな団体が作られた。2001年には、XWF、ワウィが開始されたが2004年には消滅。ティネトローは、それぞれ2002年前半に出現して、現在もそれなりの利益を生み出している。また、 末期の WCW と ECW に所属していた、デスラーの一部は WWF に参戦。シェイン・マクマホンを WCW オーナー、ステファニー・マクマホンを ECW オーナーに据え、ビンス・マクマホン率いる WWF へ反旗を翻すアライアンスとして活動するストーリーで構想を繰り広げたが、結果は WWF の勝利という形で終わった。 アライアンス所属のメンバーは構想集結後に再雇用される形で改めてキャリアを再スタートさせたが大幅なギミックチェンジを実施したり株組織へ移動するなどもともと実績やカリスマ性が高いレスラーでない限り既存のキャラクターを貫いて WWF 内で生き残ることは困難であった2004年 WWE は2時間の映像で WCW の清水を取り扱った DVD ザ・マンデー・ウォーズを制作した。マンデー・ナイト・ウォーズの結果、プロレスは多くの新しい視聴者を獲得し、アメリカで月曜の夜のおなじみの番組となった。1990年代後半はプロレスの最後のブームと言えるほど人気は加熱した。1980年代の方眼がそうであったように、多くの人気リスラーが一般メディアにも登場した。 ミック・ホーリーは自伝でベストセラー作家となり、ザ・ロックは映画俳優に転身して、現在も活躍している。2009年11月、ニューヨーク・デイリー・ニュース紙によると、ティネに移籍したハルク・ホーガンが、毎週木曜日に放映している、ティネ・インパクトを月曜日に移動させて、マンデー・ナイト・ウォーズを復活させたい意向であることを明らかにした。その一方で2019年に、 旗揚げされたオールエリートレスリングが TNT とのタッグを組んでウィークリー番組エダイナマイトを10月から NXT 裏番組に放送すると発表ウェンズデイナイトウォーズが始まったしかし2021年4月より NXT が放送時間を火曜日に移すことで視聴率戦争はわずか2年で終了した http://www.nydailynews.com スポーツスラッシュモアスポーツ2009-11-132009<ポー><ポー>年11月13日ハリュクホーガンウィーシーズティネアツモアタレントイモーダーツーチャレンジ wwe4 ファンポピュラー html ハットアターソンジョーエポイスド 2be スポーツ セントリック・オルターナティブ・ツー・ウィズ・ワーナー・ミディア・ティビディール。バラエティー・ HTTPS ・バラエティ・ドット・コム・2019・ t v ニュース・オール・エリート・レスリング・ TNTA-12 億320万7820-2019年5月15日、閲覧。エポイスド 2BE ・スポーツ・セントリック・オルターナティブ・ツー・ウィズ・ ワーナーミディア TV ディール。バラエティ2019年5月15日閲覧。ATV ディール。ウィークリーショーツーエアライブ。On t n t w ズ、ターナーオールソーストリーミングペーパービューズ。CBS スポーツ。2019年5月21日。閲覧。エスタッフ、ハウツーウォッチファイターフェスト、オールエディ l Edit w r e s t 2 0 1 9年7月5日。閲覧。ありがとうございます。